お怒りの大いなる日が、ジョン・マーチン、作、1853年頃神の怒り、とは、聖書の極神の怒りが見出される聖書の箇所として以下が挙げられる。御子を信ずる者は、永遠の生命を持ち、御子に従わぬ者は生命を見ず、沿って、神のどその上に止まるなり。ヨハネ三時十六分、文語訳聖書、というのは、不義を持って、 真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。ローマ1時18分深海薬聖書そのようなものは神の怒りの酒好きに混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なるお使いたちと小羊との前で人用途で苦しめられる。目視録14時10分 新海約聖書アウグスティヌスは、神の怒りとは、罪に対して罰が課せられる裁きであるとする。キリスト者はやがて来たるべき日に、お国に入れられるが、神なしに何もすることはできず、神の怒りに落ちる他はなかったと述べている。地獄の日は罪人に対する神の激しい怒りを、表すとされる。聖書は、全人類が神の怒りの下にあると掲示している。福音は、 人をクリスチャンとノンクリスチャンの2種類のグループに分ける。イエスキリストの福音が、非キリスト教のノンクリスチャンの世界に対して言うべきことは、神の怒りだけである。神の怒りについて語った有名な説教に、ジョナサン・エドワーズの怒れる神のお手の中にある罪人がある。エドワーズは、神の激しい怒りを示す聖句に、イザヤ書63章を挙げている。 神聖していない者は、怒れる神のお手の中にある。神は行き通って、彼らを踏みにじり、帰り地を浴びた神の衣が汚れる。我は、一人にて酒、お踏めりもろもろの民の中に我と共にする、ものなし我、土によりて、彼らを踏み踏みによりて、彼らを、とをにじりたれば彼らの血はが衣に注ぎ我が服飾を、ことごとく汚したりそは、 刑罰の日は我が心の中にあり、給職の年すでに、来たれりマーティン・ロイド・ジョンズは、神の怒りを説教することへの反対論に対し、教会が神の怒りについて話さなくなってから、人々が、教会から離れたと指摘している。また、ロイド・ジョンズは、リベラルの考えに反して、ジョナサン・エドワーズ、ジョージ・ホイット・フィールド、ピューリタン、 プロテスタントの父祖たち、アウグスティヌスが現在と神の怒りを教えた時に、神が多くの人を救いに導かれたことに注目している。ジョン・グレッサム・メイチェンは、自由主義神学が神の怒りを否定しており、リベラルはイエス・キリストの弟子とみなされないと指摘する。イエス・キリストの教えの前提には、神の怒りがある。新約聖書は、神の怒りと、 イエス自身の怒りとを明瞭に語っている。そして、イエスの教説の全体は罪に対する神の怒りを前提としている。しからば、イエスの教説と模範の中よりこの生命要素を拒否するところの人々が、いかなる権利を持って、自らをイエスの真の弟子とみなし得るか。事実は、神の怒りの教義の現代的巨石は、全新約聖書を呼び、 イエス自身の真の教説と全然一致せざるルき罪悪感より来るものである。もし人が真に一度罪の確信のもとに来るならば、彼は十字架の教理に関して少しも異論を抱かぬであろう。また、ロバート・チャールズ・スプロールは、救いとは、神の怒りからの救いであるとし、ペラギウス主義と自由主義神学に救いはない、としている。フランシス・シェーファーは、 すべての人間は神の怒りの下にあるが、欧米は宗教改革の真理を踏みつけたのであり、現代人に耳を傾けさせることのできる説教は、神の裁きを語る説教しかないとする。クリスチャンは、エレミアのように、すべての人や文化の上に臨んでいる、神の裁きを語らなければならないと述べている。アルブレヒトリッチュルと、リッチュル学派神学では、 神の愛のみがあり、神の怒りは存在しない。カール・バルトの神学においては、イエス・キリストを信じる者も,も信じない者も,も、すべて神の怒りから救い出されるのであるとエミール、ブルンナーは指摘し、バルトの万人級サイロンは、オリゲネス以上であるとしている。ありがとうございます。